はい、どうも、吉坂城、CB のお茶です。ブラックです。ということで、今回もセブンイングラバブ2021やっていこうと思うんですが、今週は月曜日ということでですね、こちら5つ、アーセナル、ローマ、そして、ガラタサライ、モナコ、ユベントスということでね、V ラブ始まって以来の初めての5つの CS ガチャ来たよということで、超大量。こちらね、もうすでにアクテアランキングの方を上げているんで、ぜひね、レベマとか詳しく見たいよとか見てほしいんですが、ちょっと多いんでね、欲しい選手をパパパッと言って、それでも引いていきたいかなということで、アーセナルの場合はね、今回もラ風と OMF 適性が前回からついてるんですけど、その前回のラカゼトからね、かなりまた能力値が一段と強化されて、今回ですね、ボディコントロールがもう通常で8強化されているんで、一番強いラカゼトなのかなということで、もう今週ライブアップで A ですし、OMF でね、使うとかなりいい選手なんで、これは超欲しいかな。ウーデゴーとジェコ、今週この2人がね、まあ、E フットプロポイントで交換中でゲットできるということで。なるほど。さあ、ということでちょっとね、ポインも入れてきたんで、行きましょう。アースナルですね、まあ、ちょっと腕子が残念だけどね。うん、まあ低いのとはどっちか欲しかったみたいなのあるからね。さあ誰、左足ジャカか。足がね、やっぱりスピード瞬発って結構ね、 DM 半回の時必要なんで、もう少しあればいいかなっていった感じですけど、まあラカゼとかティアに来ればいいかな。あら、金、はい、スミスロー、まあレアド的には結構いいんですけど、ラカゼと OMF 使うやつ持ってたっけ。持ってるんだけど、完全に乗り換え、強いんで、今回のやつが乗り換えたい。9番来い。なるほど。あ、じゃあ左、左はこれ坂かな。サッカーですね。ということで、ローマはですね、まあ一人当たりがいて、ローマはこのイバニス、185cm で、かなりね、足元の全体的な数値も高くて、IM とかで言うんだったら、ベッケンとかライカルトに結構似てて、通常で言うとアラバみたいなタイプなのかな。行きましょう。ジェコがね、ポイント交換で珍しいですね、ウデゴと。しかも結構、金の選手も、ちらほらいる。そうそう。お？何番？マッチーニ。今回でもセンターバック祭りだからね。そう、どんどんいいセンターバック上がってくるから、まあ、出てるから。さあ行きましょう、ガンガン来いよ。さあキーパー、ナイス。キーパー、ちょっと今回はいいかな。そう、今回はキーパー入ってないんで、うん、キーパーは飛んじゃダメよ絶対。さあキャモン。ん、右足、はい、37番スピナツィオール。続いてモナコ、ガラタサライ、ユベントスある。まだまだある。まあ、モナコからいきましょうってことで、モナコがね、マジでね、センターバック強くて、リサシですね、190cm あって、まあ、左右両方できるんだけど、サイドバックとしては多分スタミナがね、若干足りないんだけど、まとまりが本当にいいんですよね。これ当たりで、で、今回のこのガチャのね、一番の当たりがいます。というのが、このね、ベド・ペディアシェルと。能力見た限りは本当に今の環境で、多分一番強いセンターバックなんじゃないかなって感じですよ。まあ、多少ね、そのディフェンスセースとかボールダッシュとか90後半あるかって言われたらないんですけど、はい、他の能力値がすごい高いんで、強いですよ。ちょっとこの選手はね、特別かなって感じしますね、はい、ベンイデルはね、スパサブがやっぱりついてないのがちょっと厳しいかなって気がする。なるほど。どうしてもスパサブには勝てないかな。なるほどね。あ、金ですね。おい、37好きやね。ディオップ、いやマジベディアシで来いよ。今回はほんとセンターバック祭りだからね、頼むよ。まあ、このモナコだけじゃないけど、あら、まずい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 。金2体。ちょい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 。ちょみ、左利きなんだっけ？利き足、何利きだったかな。え？ん？蹴り込んでるけど。可能性ある？え？32番。でかくない？え？ベディアシル来た。うーわ、ベロは。ちょっと待ってよお前。6ロール。最強の巨神兵手に入れてんじゃん。ガラタサライもですね、ほんとこの2人、あー、マルコ・テシエラ。今までにないような数値のいいまとまり方してるタイプだね。今回入ってるセンターバック、後半5が多いんだけど、これしっかり6あるっていうのもね。それありがたいっすね。で、最強の弾。量感的にももう使ってるんでわかるんですけど、1700いた時もこの選手入ってたんですけど、かなり強いっすよ。この2人が当たりなんですけど、両センターバック以外はね、まあ興味ないかなって感じかな。うん、っていう感じだよね。やっぱもうセンターバック多い。うん、金はダメだ。今回だとやっぱ黒かな。そう、頼むよ。でももうベノア当ててるから、もうなんかいいんじゃないの。おーい、ちょっと待って、ちょいそうは言うてもテイシエラとか来ちゃったりして。いや、それもう一枚来たらすごいよ。ダマは俺も一応持ってるから。まあそうだね、リュインダマはね。テイシエラ、キャモン。
大好き。さあそして最後ユベントス、2人がいてロナウドがまずこれ歴代最強のロナウド、 IM と比較でもね負けないぐらいの今回強化幅を受けてるんで、うん、ロナウドも まずね結構欲しいなっていうのと、あとアドリアン・ラビオ、ラビオ強いからね、ラビオは本当能力以上に強さがあるんで、あとはねメリフ・デミラル、この選手もかなり強いですね、 190cm でここら辺かなと言った感じですね、うん、キエザとか持ってるからね、ここまあロナウド来れば大当たり、まあ、ロナウド来れば大当たりですね、デミラルでもまあ結構当たりだし、さあどうなる、えこのこのなんかスッとしてる感じ、28が違うじゃんこれ、デミラルですよね、よし戦闘枠祭りだな本当に、勇者戦闘枠ベリアシェルデミラル引けたからね、うん、結構嬉しいけど、まあでも結構引き的にはキーパーね2回引いちゃう、おいちょっとグー、これ嬉しいわ普通に、さあラストロナウド来い、ロナウド来るのか、頼むよ、まず右蹴り、あーと左蹴り、ラビオ、ラビオ、ラビオって本当持ってた、シーズンラビオ持ってるんだけど、すごい前の、うん、このラビオの方が多分強いんで、これは乗り換えかなといった感じ、ちょっとアカウントね切り替えていきましょう、さあということでアカウント切り替えたんでいきましょう、ブラックおもちゃ会いきます、さあさあさあゴーゴー、まあ欲しいのはラカゼと、まあそんぐらいかな、レーのラカゼと持ってない人だって気づいてる、当てたんじゃないか俺、レーの多い、レーのってでも高音低かっていうのにあれあんだけど、今ちょっと伸びてるのかな、そうレーの結構激しいよね、さあ2回目どうなる、ちょっと待ってラカゼと、えあれ来たか、あーオバメヤン持ってるんだよな、どうなんだオバメって、強化幅もねそんなにがっつりはもらってないかなって感じだった、うん、もうちょっと豆強化してもいいんじゃないかなと思ったけど、前はもっとねなんか理不尽級の能力、まあ能力というかねゲーム的にもの、なんかねすごい強かったんだけど、今はね、はい、ちょっと待てよ、これあれじゃないのホールディングみたいな、そうです、おいここら辺はねウォーミングアップ、まあ、ウォーミングアップですよということで、これもウォーミングアップかな、ウォーミングアップよ、イバニエス、まあだからこの最初の前2枚はまあ引かなくてもスルーでいいと思います、あの別にいいのかなみたいな感じで、2枚はスルーでいいかな、ウデコがいたらアーサナ結構良かったんだけど、金はあかん、モナコ、ユベントス、いや俺もベディアシル欲しいマジで、ここが熱いですから、いやベノア来たらもう本当にそれでいいよ、ベノアマジであいつちょっと待ってお前、まあまあ、ね、ここで全部吐き出しておきな、ビシャー今だからこういう選手もね、あの普通に捨てないで全然取っといて、あのマッチデーでねベンチに入れとけば、あーなるほどね、これめっちゃもらえるから、あえちょっと待ってこれジェコ誰、ジェコいないから、あーえ待ってマンチニじゃない、まあまあまあ、まあ、あそうかジェコって交換所なんだ、交換所です、ジェコとウデコ交換所です、このライブアップでピーチだったら俺マンチニ持ってたかな、やれるっていうね、いやこれっしょー、まあこれ2台2人だね、ベノマとディアスディサシだね、まあそう、どっちか来てくれればいいよ、頼むぞ、さっきシュートみたいなの打ってたからな、そうシュートみたいなの打て、もうガガガー蹴り込め、おおちょい、それ違う、ホラント、ホラント、ちょっとまあキック力はあるけど、前作結構 FP できてさ使ってました、なんか強かったよね、結構、うん、強かったね普通に、ちょっと待って左は合ってる、左は合ってるぞ、ええ来たんじゃないこれ、これ来たでしょ、え32万だ、おめでとう、やったー、いやまだ若いけど、それからどんどんいかちくなってく、ちょっとねまだ線は細そうなんだけどさ、この手のタイプ力強いんだよ、いや俺もうこれで完璧、あともう本当にまだもう一人センターバックセンターバックに来ちゃいないよってこと、右蹴り、さあどうなるか、頼むよ、あえ待って、ちょっと待って俺両センターバックモナコ、いやこれあるよ、うわお、うわマジで横ゲッツ、えめっちゃいいじゃん、ディザッシュアクセル、すごい攻撃的っぽいけど守備の選手、100点満点で引きしてるじゃん、アクセルディザッシュ、これで俺はもういいけど、テイシエラ、テイシエラ、テイシエラもいいし、ダマね、ダマ、いやこれダママジ強いよマジで、ちなみに俺もリュインダマ持ってるんですけど、本当にリュインダマ強いよね、強い、ダマ売りがね、身長が 191cm って割にはね、結構91それ以上なんかでかく見える、金はダメって、でもなんかね、ベディアシエとかそうだ、線細いじゃん、体重がね、モスタファ・モハメド、多分身長に対して軽いんだけど、ベディアシエ見たら 190cm91kg あるの、おめえのよ、中身詰まってる、だから多分サイズがあるのかな、でもそんなに太く見えないでしょ、そう、ちょっとスラッと、これ怖いよ、リュインド、いやちょっと待って、俺髪ビーてる、最初の助走をちゃんとつけてるよ、吐き出してみたいな、これ名前以外あとテイシエラぐらいじゃない、テイシエラぐらい、やべえよ、もうセンターバック全部引く、テイシエラ引いたらすごいよこれマジで、えいテイ、キ
ーパーダメだって。あとは何でもいいやみたいな感じなんだけど、ロナウドでロナウドかな。ロナウドはさ A になる可能性がやっぱ、そうそうそう、あとねこれラビオ、ラビオね、ラビオ欲しいなって思いますね普通に。さあロナウドでいいよ、ケモン。なんかロナウドのキャンペーンみたいなのあるよね。そう、なんかかっこいいのちょっと最後見ましょう。え、ちょっと待って、このスラッとしたの違うんですね。ただセンターバックめちゃくちゃいい引きしてる。メリフ、デミラル、ちょっとデリフトはあの、いないんすよ。この前来てたよね。まあ俺でもデリフト持ってんだよね、もう。俺欲しかった、当たり前のように。俺普通欲しかった。今週も確か調子いいでしょ。ちょっとデリフトは、ね、ロナウド、え、待って、ナイキじゃないこれ。あー13番ね、はいはい、ダニーロでしょこれ。ダニーロもまあまあまあって感じですね。いや頼むぞお前、これユベントスはラビオかロナウド。まあそうだね、もうそうだね。ロナウドいいよ、まっすぐ蹴り込め。95いくから今回姿勢。ちょっと待てお前。あー22番キエザですね。フェデリコ